こんにちは、キャンプタカニです。本日はですね、四国の、三宗山というね、徳島の山に来ました。ということでですね、今回一緒に来ていただいている方がいらっしゃいまして、こちら、ミキさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四国 UL 会で来ていただいたミキさんにですね、ちょっと今回同行していただいて、三宗山に行ってみたいと思います。テント泊、1泊2日のテント泊で、最悪ですね、避難小屋とか、ヒュッテもありますので、最悪避難することもできるみたいな環境で今回1泊2日行きたいなと思います。でめちゃくちゃ道険しくてミキさんがね、運転してくれたからまだ良かったけど、これ自分で運転したら結構ねビクビクしてたなって感じでね、なかなか、多分四国の方はもう慣れてるでしょうけど、県外の方は多分結構ビビると思うんで、その辺ちょっと十分心の準備していただいて来た方がいいかなと思いました。あとカカシいっぱいいましたね。ちょっと怖いの、カカシ怖いんで、夜来るとカカシ怖いと思いますそんな感じでした。朝が怖い。昼だったらねまだ可愛いけど。というわけでちょっと今から登っていきたいと思います。ここで少し詳細をご説明します。四国の山の注目すべきは、綺麗な稜線を持つ山が多く、アクセスもしやすく手軽に稜線歩きを味わえること。特に三宗山は香川の都市部からのアクセスがしやすく、少し登ると美しい稜線を歩けるコースになります。また稜線上には避難小屋が点在しているため、テント泊が不安な方でもオーバーナイトで夕暮れ、星、朝焼けなどを楽しむことができます。僕もせっかく絶景キャンプができるチャンスなので、頑張ってテントを担いで一泊することにしました。ちなみに歩くコースは名頃の三宗登山口からスタートして、そのまま剣山方面に抜けていく途中の白ヶ山避難小屋でテント泊。2日目は二重かずら橋に抜けてアスファルトを歩いて名頃でゴールというコース取りになります。ぜひ最後まで楽しんでいってください。山レコを起動。10時6分スタート。はい、ミキさんは何派ですか？山レコじゃなくて山アップ。あ、山アップ派ですね。そうなんですね。なんか多分どっちも変わらない。どっちもそんな変わらないでも多分山レコのコースタイムは結構優しめだなっていう。あ、山アップ優しめですか？あ、でも分かるかもしれない。山アップ、確かに早いなって思って。逆？早い？山っぽいのやつで行くと、ちょっとしんどいなっていう。あー、じゃあ厳しめだ。厳しめだと思う。山っぽいの方がちょっとコースタイムは縮めるの難しいやつだ。全然いきなり急登ですね、これ。ひたすら登る。あ、ちょっとこう平らなところも。あ、本当ですか。ちょいちょい休憩もできる。長いですよ。長そうですね、これ一応、三宗までがすごい継続的に風が吹いてる怖いな。涼しい。いや、すごく今ちょうどいいんだけど、上に着いた時がちょっと怖いですね、これ。今日は、初張りのテント、フィールドは初張り、公園では一回張ってますっていう、ね、テントでちょっとやってみるから。なんかピンクテープあるからまだわかるけど、あ、そうですね、意外と登山道がなんかこれトレースしにくいですね。あ、僕もでもちょっと尋ねたいと思って。これむずい。あんまりこうはっきりとした感じじゃないから、なんかうっかりね余裕こいてると迷っちゃいそうな。林道に到着。林道合流点ですね。10時41分。もうすぐに上がってしまうんですよ。ああ、本当だ。登山道。なるほど。じゃあ我々はあっちの方からこう下るわけ。あ、そうです。僕らこっちから。でこの辺ぐらい。はいはい。明日のコースはこっち。で。エクストリームにすればあっちあれが剣。
はい、なんかいい感じの場所があったので休憩します。時間もなんかちょうど1時間ぐらいかな。1時間1分あーちょうどいいですね。ちょうどいい。まあまあ暑い。そう暑いですねこれめちゃくちゃいい。素晴らしい。これはでもやっぱこの木漏れ日の感じがまた素敵な。これはぜひハンモック持って途中でねお茶とかしながら登るのありやね。三宇根山日帰りで行くピストンだったらそれもかなりできるかな。いいじゃないですか。岳もみの丘に到着しました。11時51分、1時間21分歩いてきた感じですね。なんと鹿があそこで待機しております。何匹いる？あれ 4匹。すごいじーっとこっち見てますね。水飲んでたんかな。徐々に木が薄くなって見え始めてきたな。稜線の綺麗さがもうここからわかる。うわぁ、おーすごいな。でも稜線めっちゃ綺麗。すごいね。生い茂ってないんだね。いやいいタイミングできた。あーほんとかっちいい。昨日じゃダメだったんですよね。今日がいい。なんて寒天いただきます。グミの大きい版みたいな気持ち。いただきます。寒天です。うん、うん、美味しい。よかったらポテチとかあるんですけど食べますか。すごいですね本当にもうポテチ袋ごと袋ごと。あ、いえ、はい、うん、粉々になっちゃってるからあ、いえ、あれなんですけど、どうでもいいんですけど、これをこうしてこのボトムポケットに入れると意外とこいつ摩擦係数が少ないので、はい、スッと入るっていう。あ実はあー、うん、意外とそのままも。ウェアはちなみにどこのやつ使ってるんですか。これヤマト道の UL シャツ。あ、UL シャツなんですね、はい、へー。 UL シャツグレーシャーホワイトっていうの白っぽい。グレー、うん、なんかだって背面にちょっと今日入れすぎてな。さあ、休憩も終わっていよいよ稜線に来ます。楽しみだな。稜線着いた途端ウィンドブレーカー必須やな。だんだん笹ロードになってきた。ほんとなんか高山植物な感じがすごい。笹ロードに竹看板、そしてこれがハイマツ。ハイマツじゃないかこれは。ハイマツっぽいけど、すごいな。すごい景色になってます。やば、うわーこれはいい。気持ちいいわ。ちょっとガレバな感じになってきた。珍しいね。あんまないですね。つかの間のガレ場でした。稜線手前なかなか激しい登りですね。これは来たい。おお、やば、すげえな。はあ、すごいいいな。この岩の種類が何なのかすごい気になる。左が三宇根山頂で、おー池だ。これが噂の池ですね。
この池は特に名前がないそうなんで、僕がミューネの瞳と名付けました。これはミューネの瞳です。あー、いい場所、あれは歩きたい。ヒュッて近かった。すぐそこヒュッてだった。こちらがミューネヒュッテですね。時刻は13時14分。ヒュッテ到着。お疲れ様でした。ちょっとここでご飯食べて。そうですね、ご飯休憩しましょう。山頂の方に。了解です。あ、そうなんですね。失礼します。おお、めちゃくちゃ立派ですね。そう、二段構え。上にも寝れるし下でも。めっちゃ快適やこれ。や、山小屋じゃないですかもうこれ、避難小屋と言いつつ、先週はここまで来たの。先週ここまで来て、うん、ここで本当お昼食べて、日帰りで、うん、初めて入念のボイコが来て、うん、ちょっとそれも一緒に。ここはテント場だね。なんか張ってんだろうなっていう感じの石の置かれ方をちょっとされてる。おー、いいね、最高やん。そこか。おー、いいっすね。もうちょいこっちかな。もうちょっと多分下なんですね。なんかもうちょっと降りた方が完全に池が、ね、見える場所が、あ、この辺かな。これかな。あ、これだ。ずっとイワイワしている。ついちゃいました。ミューネ山ですねこれ。1894メートル。おー、迫力。あそこのちょっとえぐれてる感じめっちゃ面白い。いいっすねこれ。かっこいい。かっこよ。こっちが天狗。天狗って天狗塚がこっち。もうちょっと向こう側で。へえ。止まってるとこだ。ほうほうほう、向こう側にちょこっとこう。あれがそうなんですか。っていうところ。あれが。すごい選択肢が多いっすね。どこも行きたい。これがマップにもあった鎖場ってやつか。あ、すごい急なところが待ち受けている。うぅ、いい場所に着いた。カヤハゲ。いいっすね。ちょっと気軽に持ってくれるな。じゃあ防水性もありますもんね。防水性しっかり。俺もオールウェザー1枚買おうかな。今ジャケットか。そうっすね。今 OMM のカムレイカって、伸びるやつビヨンビヨンと伸びるんでストレッチ効くんですけど、あ
その分保水性が高いのか入るんですね、水がこう、なんか重たくなるというか、でちょっと乾きづらいし、あと普通に首周りのシームのところから水がちょっと入ってくるっていう、やっぱちょっと硬いやつ、ちょっとシャリシャリっとしたやつじゃないとやっぱダメなのかなと思って、フーリーは何もないけど、なんか特殊な多分技術で溶接とかくっつけてるみたいな、あれかな、縫い目地がない圧接でやってるのかもしれないですね、そうらしい、あ、なんか鈴がある。鈴がある。鈴というかベル。ああ、こういうことか。ああ。これで鳴らすんじゃないですか。これでポーンみたいな。ああ。いい音。お、三角点。何山とかは特になさそう。お、ヒュッてだ。あれが、そうか。あれです。へぇこちらが、ヒュッてで、テント場がそこもあって、あっちにもあって、水場がこちらですね。こっからでも南へ150m、うん、歩いたらあるらしいですよ。けど崖なんです。崖なんですね。150m って大したことないなと思ったけど、これはあそこから、崖になる。なるほどね。到着。ここが白ひげ避難小屋。入ります、一回入ります。どうでしょう。え、どういう状況、これ正面玄関じゃなくて、え、これかな。あ、誰もいない。真っ暗、真っ暗の、あ、もう、あ、そうそう、こんな感じ。なかなか、なかなかちょっと不気味さがある。ちょっと、はい、あ、いいね。あ、ここも晴れますね、これ。うん、全然ここは安心感すごいけど、まぁ、ちょっとここを一回周遊してみていいですか。あー、これはでもすごいっすよ、景色が。ここすごいな。これすごいっすよ、映えますよ、これ。ミューネがちょうど、ここはすごいな。ここ一番いいんじゃないですか。ここ朝起きたらもう、お、起きたらあそこに日が当たるという、素晴らしい、最高。ここはすごいな。ここにしますか。ちょっと ここでキャンプ粘ろうかなと。もう夜中の風次第ですね。そうですね、まあ、最悪近いので、ちょっと相談してそこは入ろうか決めましょうか。今のところは全然平気なんですけど、今のところは全然大丈夫、余裕で。むしろ今のうちに設営して写真だけ撮って、もういつでも撤収できるようにしとこうっていう。木に使ってもらって、僕多分この辺に、多分場所的にはなんか風がこっちから吹いてるから、やっぱ頭こっちかなみたいな、あの頭というか、開口部が
どうもね、この後強くはならなさそうです。というわけで、ここでキャンプができそうですね、これは。いけるいける。ペンは1箇所に2個打ち。水の音しますよね。ダウンジャケットがね、こう茨でやられちゃうのちょっと怖いね。ちょろちょろですか。口当たりめっちゃ柔らかいですよ。ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね、販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。